はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、2024年の5月29日です。で、私ですね、5年ぐらい前に毎日出勤するのが嫌になって仕事を辞めてですね、それからずっと家に引きこもって毎日寝てたんですけど、今日はですね、最近ちょっと世間で流行ってるソロキャンプというものに来てみました。で、ここのキャンプ場なんですけど、昔ね、仕事をしてる時に友達と一回来たことがある場所ですね。山の郷っていう場所になります。目の前こんな感じで川が流れていて、ちょっと川の音がうるさくって、ちっちゃい虫とかも飛んでて鬱陶しいんですけど、すごく癒されます。で、ここのキャンプ場の近くでですね、つい2日前ぐらいに、クマが出たんですけど、もしね、今日クマが出たら、ここのところが、トイレになりますんで、ここに避難するか死んだふりをしてなんとかやり過ごそうかなと思います。で、テントなんですけど、今日はこういう風にやってみました。このテントはですね、いくらだったかちょっと忘れたんですけど、確か3000円か4000円ぐらいで、ネットで買ったものですね。すごく建てるのも簡単で、簡単でした。はい。で、ちょっと椅子とかそういうのは持ってないんで、こんな感じで段ボールをね、ちょっと座布団代わりにして、今日はここで、ソロキャンプというものをちょっとやってみたいなと思います。そしたらね、もうすぐ、今時間がちょっと何時か分かんないんですけど、日が沈んできそうな感じなんで、早速ですね、なんかキャンプと言ったらやっぱり焚き火が一番いいって友達から聞いたんで、焚き火を起こして、これからね、晩ご飯を作っていきたいと思います。じゃあまずは薪拾いからですね。なんかこういう薪をね、何本か集めて焚き火の燃料にすればいいって聞いたんで、こういうのをね、ちょっと探したら結構落ちてるんで、こういうのをね、薪で拾おうかなと思います。ちょっとちっちゃいやつの方が多分折りやすいと思うんで、こういうやつとかこういうやつとか拾っていきます。じゃあ薪ね、これ拾ってきたんですけど、ちょっとこのままだったら長すぎて燃やせそうにないんで、これです。100円ショップでこの出刃包丁を買ってきましたんで、これで細かく切っていこうと思います。ゴミはちゃんと持ち帰りましょうね。このぐらいですかね。おりゃ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 、よし。はい、じゃあこんな感じで、薪割りは完成です。早速ですね、火を起こしていこうかなと思います。で、ちょっとね、なんか友達、キャンプ詳しい友達がいるんですけど、その人に聞いたところ、こういうところで普通に焚き火をしちゃうと、なんか直火っていう、こうルール違反みたいなやつになっちゃうらしいんですよ。焚き火をするなんか専用のなんか台というか、なんかステージみたいなのを使った方がいいっていうのを聞いて、今日ですね、来る時にホームセンターによってその焚き火台を買ってきました。今日のはですね、こういうやつですね。メーカーはちょっと分かんないんですけど、ノースイングリッシュって書いてます。ステンレスコンパクトミニ BBQ っていう、この焚き火台を使って今日は焚き火をしようと思います。じゃあ早速開封します。なんかワクワクしますね。よいしょ。よし、どうやって組み立てるんですかね。こうだな。で、これを中に入れてこういう感じでしょうね。まあ、これは多分五徳っていうやつだと思いますんで、焚き火は多分この中でするんだと思います。で、なんかね、これもちょっと友達に聞いたんですけど、これだけじゃなくって、この下に引くなんかシートみたいなやつ、それもいるって聞いて、これさっきちょっと拾ったんですけど、これをね、下に引いて焚き火しようと思います。なんかすごいボロボロですね。これだからもう多分誰か使わなくなって捨てたのかもしれないです。よし、じゃあ早速火つけましょうか。こう何本か先に薪を入れときますね。こういう感じで。で、火のつけ方なんですけど、これです。新聞紙ですね。僕の大好きな、この、野球の
これすごく有名な人なんですけど、大仁田選手がトップに出てる新聞紙です。今日はこれでちょっとね火をつけようと思います。まあ短いところでやった方がいいと思うんで、これでやりましょうか。これちょっと1枚こういう感じで、丸めてここに置いときます。ここに、じゃあ細かく、ちぎったんで、なんかライターとかでつけるよりこういう火をつけるやつでやった方が面白いってキャンプが好きな友達に聞いたんで、今日はこれで火をつけてみます。さあうまくできるかな。初めてやるんでちょっとうまくできるかわかんないですね。じゃあやっていきます。あ、つきましたね。結構簡単につけれました。そしたら周りの新聞紙に火をつけて、で小枝を入れていくと。ちょっとこう薪をこういう風に綺麗に平らにしましょうかね。で付属のごとく、えいでこうやりましょう。これできっと米が炊けるはずです。じゃあ無事に焚き火も着火できて、お米も炊いてるんでね、早速一杯飲みましょうか。これ買ってきました。ビールなんですけど、食材っていうんですかね、これ買ってきましたんで飲みましょう。まあお酒は毎日飲んでるんですけどね、仕事はしてないですけど。じゃあいただきます。わー、うまい。やっぱりこう部屋で飲むビールよりなんか外に来て飲むビールの方が美味しいですね。ご飯とかまだ全然作ってないんですけど、今の時点ですごく楽しいです。ちょっとお米がまあもうぼちぼち良さそうなんですけど、もうちょっと待とうかな。でビールがなくなっちゃいましたんで、今日はこのキリンラガービールってやつ、これ瓶で買ってきたんですけど、これをねなんか開けるやつがないんですよ。なんでどうしましょうかね。歯で開けるのはちょっと人としてどうかと思うんで、石と薪でどうにかしますね。こうやってこれで開けれるかな。さすがに無理か。お、いけたいけた。ういよ、オッケー。簡単に開きましたね。これはちゃんと回収しました。ふきふき。えい。これ見てくださいよ。これ500ワットの電子レンジだったら1分30秒でできるものが、ボイルだと24分もかかっちゃうんですよね。でもなんかこういう時間をかけてやるのが楽しいってキャンプ好きのお友達が言ってました。じゃあちょっとこれこう外して薪を整えて。じゃあちょっと米食ってみましょうか。米なんだ、マックスバリューの米です。いただきます。うん、うまい。なんかYouTube でみんなこうやってうまいってやってたんで、ちょっと真似してやってみます。うまい。で晩ご飯なんですけど、ご飯ばっかりねこう食べててもちょっとあれなんで、今日はねここですき焼きをちょっと作って食べてみようかなと思います。ずっと家に引きこもってるんで、お金だけはいくらでも持ってるんで、今日はね贅沢にすき焼きします。ちょっと火加減が微妙なのが気になりますけど、はい。なんか福山市の職員の人がさっき来たんですけど、クマみたいなのが出たんで気をつけてくださいって言われました。怖いですね、クマ来たら。じゃあ牛の背脂入れていきますね。じゃあまずはこのお肉、買ってきました。いくらだったかな、1184円のやつが 20% オフで947円になってるやつですね。焼くだけ簡単調理っていう、これをちょっと焼いていきます。お肉結構なんかちっちゃいですね、このお肉って。もっと大きいのかと思ってたんですけど、家の台所から取ってきた砂糖、醤油です。
ああ大変なことになった。ちょっとこれだけでいただきます。うん、うまっ、めっちゃうまい。ちょっと一旦ここ置きます。じゃあ白菜とかもちょっと入れていきましょうか。洗うのはめんどくさいんで、もうこのままちょっとなんか土ついてるからタオルで拭こう。豆腐です。豆腐の汁は一旦こっちのお肉のトレイに移しときますね。後で必要になるかもしれないんで、これは適当に切ろう。お肉、あ、危ない、落ちよった。こんな高級肉めったに食べれないんで、落としたら最悪ですよね。こんな感じかな。砂糖、醤油、酒、これなんか優しい人がくれました。鷹の目ってやつですね。よいしょ、うん、こんな感じかな。ちょっと蓋がないのがあれなんですけど、これで火にかけてみます。すき焼きって言ったらやっぱ卵いりますよね。ほら、お肉、お肉ちょっと食べてみましょう。卵にしっかりつけて、こう卵にしっかりつけて、こう卵にしっかりつけて、いただきます。うーん、うまっ。うわー、最高や。今日は火曜日で、すごい平日なんですけど、仕事をしてたらこんなことできないですもんね。俺は全然仕事とかはしてないんですけど、すごく楽しく生活してます。はい、さっきのすき焼き、あれも全部食べ終わりました。で、ちょっと世の中もう真っ暗になっちゃいましたんで、前ね、なんていうのかな、川が流れてるんですよ。ホタルがね、暗くなってからこうチカチカし始めてます。すごく綺麗で癒されますね。ホタルなんかもう見たの5年ぶりです。はい、家の中にずっといるんでね。すごいですね、ホタルって。なんで光るんですかね。うわ、すごい。そういうわけなんで、ビールも全部飲み終わりましたんで、これですね、すき焼き作る時にも使った、優しい人にもらったこの鷹の目っていう日本酒があるんですけど、これでもちょっと飲みましょう。ちびちびいきましょうね、日本酒なんで。じゃあ、いただきます。うわー、うまい。で、ちょっとね、夜のつまみなんですけど、こういう駄菓子をちょっと何個か買ってきたんですよ。なんでこれをね、食べようかなと思います。どれにしようかな。このキャベツ太郎ってあるじゃないですか。これ美味しいですよね。これにしましょう。とりあえずはこれと日本酒が合うのかどうかはちょっと分かんないんですけど、これ好きなんですよ。いつもよく食べてるんで、これ食べます。うん、うまい。で、ちょっとね、お酒もある程度回ってきました。私ね、ちょっと酒癖があんまりよろしくないんですよ。なんで、ちょっと、初めてキャンプに来て、こう、焚き火とかも見て、ホタルも見れてね、気分が良くなっているところで、ちょっと一つね、ぐじぐじちょっと言ってみようかなと思うんですけど、これがね、何かと言いますと、市の職員の方が来て、クマが出たんで、気をつけてくださいっていう、ことを注意喚起をされて、張り紙をされて行かれたんですよね。で、そのことに関しては私非常にちょっと嬉しくって、めったに人ともお話しすることがないんですごく嬉しかったんですけど、ここのキャンプ場ってもし車で来られれば、私ちょっと今日歩いてきたんで別に車で来てないんですけど、車でもし来られる場合は荷物をこうキャンプをする場合とかね、荷物を下ろしたら、上の方にこう駐車場がちょっと離れたところがあるんですけど、そっちにね車を
戻さないといけないんですよ。ただね、まあ、私入れて何組ぐらいですかね、まあ、何組の方かいらっしゃるんですけど、車をね戻してる方がほぼいないですね。なんでちょっとねそういうのどうなのかなと思って、私の好きなんじゃないか、私の仲のいい友達のね、キャンプ好きな方が、こういう無料で使えるキャンプ場だからこそ、やっぱルールはしっかり守らないといけないって言ってたんで、ちょっとねそういうのはちゃんとしないと、こういうねただで使えるキャンプ場どんどんなくなっちゃうみたいなんで、そこはねちょっと気をつけてほしいなって思いました。はい、まあ、クマなんか最悪出てきてもね、私一応通信空手で初段持ってますんで、まあ、どうにかなるとは思うんですけど、まあ、そのルール守らない人とかはちょっと 2,3 発殴っても多分言うこと聞かないと思いますんで、ちゃんとしてほしいなと思います。はい、とりあえず焚き火も終わって、今テントの中に入ってきました。時間はよくわかんないんですけど、多分10時前ぐらいだと思います。で、外だったら焚き火とかしててある程度明るかったんですけど、ちょっとねテントの中に入ってくるとやっぱり暗いんで、なんかランタンっていうものがあったらちょっと明るくなるって聞いたんで、今日ねランタン買ってきました。はい、これですね、炭酸の電池が、3本でどうにかなるやつなんですけど、今日はねこれでちょっとテントの中明るくしようと思います。じゃあちょっとランタンつけてみます。えい、あ、こういう感じなんですね。ちなみに、このランタンなんですけど、これこう足で挟んでこうやるとなんかライトみたいにもできるんで、明るくはなります。はい、ちょっと思ってたのとなんか違います。はいでもすごく楽しいですね。じゃあ今日は、こういう感じでちょっと夜ね、ここで寝ようと思いますんで、多分こんだけ賑やかにしてる感じだったら、クマも寄ってこないと思いますんで、明日の朝またお会いしたいと思います。それでは、おやすみなさい皆さん。時間はちょっとまだ分かんないんですけど、多分7時ぐらいだと思います。起きました。こんなに早く起きたのは仕事をしてた時ぶりですね。じゃあ、ちょっと外出てみようと思います。揺れてる、冷たい。テントは特に濡れてないですね。昨日よりかはちょっとなんか水の量が減ってて、音もちょっとなんか小さくなってる気がしますね。っていうのが、おとつい結構激しく雨が降って水かさが多分上がってたんで、昨日はあんな感じだったと思うんですけど、ちょっと水の量減ってる気がしますね。じゃあ焚き火また火つけます。朝はちょっと面倒いんで、この朝縄を使って着火します。
じゃあお湯をまた鍋で沸かしましたんでコーヒー飲みましょうか。やっぱキャンプの朝はコーヒーって聞いたんでコーヒー飲みます。コップ、はい、コップで、コーヒーこれですね。コロンビアボルボンティピカってこれもらいました。はい、うわめっちゃこぼれた。テーブルが水浸しだ。じゃあ朝ごはんもねちょっと一緒に作っていきます。まあ作るって言ってもゆで卵なんですけど、これ昨日のすき焼きの残りのゆで卵ですね。贅沢に2つやりましょう。仕事してないんですけど、ちょっとこうやって薪を整えます。でこうやってもう一回ここに、あ、これ火バサミってやつ、これ拾いました。じゃあ、まずコーヒーからいただきます。熱い、ガー、美味しい。じゃあゆで卵をそろそろできたでしょう。よいしょ。ちょっとこのだいぶなんか割れちゃってますねこれ。あちょっと熱すぎて持てないんで水でちょっと冷やしてきますね。これこれだったかな。あ、これぐらいの温度だったら触れますね。もう最初はちょっと熱すぎてこんなもん触れないんで、やっぱ水で冷やすべきでした。じゃあゆで卵できたんで、この昨日使った東丸の醤油使って食べます。いただきます。うん、めっちゃいい感じにできてました。もうなんか今日初めてキャンプしてみてすごい楽しかったですね。これやったことない人絶対やった方がいいと思いますよ。今めちゃくちゃ流行ってるらしいんで、テントとかも本当に買えないぐらい流行ってるらしいですからね。すごくこう自然に癒される感じなんで、すごい良かったですね。すごい楽しかったです。また道具とかねちょっと揃えてキャンプしてみたいなって思います。うん、うまっ。この自然の中で食べるゆで卵すごく美味しいですね。うまい。じゃあ自分はですね、こういう感じで久しぶりにこう外に出て楽しい時間を過ごしたら、真面目にちょっと仕事しようかなって思ってきたんで、帰りにねハローワークによって帰ろうと思うんで、このコーヒー飲んだら、時間が今ちょっと何時か分かんないんですけど、ぼちぼちここら辺ちょっと片付けてね帰ろうと思います。そういうわけで、皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。またキャンプの動画撮ったら、YouTube にアップしようと思うんで、その時は、ご視聴していただきたいんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それと、インスタグラムをやってますんで、こっちのね概要欄のところに URL を貼ってますんで、よかったらですね、そちらの登録もしていただければ幸いでございます。そういうわけで、今日はですねこんな感じで終わりにしようと思いますんで、長時間ご視聴していただき誠にありがとうございます。それでは、また次回ですね、どこかのキャンプ場でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。